女優の中谷美紀、46、が16日、自身のインスタグラムを更新。夫で、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団などのビオラ奏者、ティロ・フェヒナー氏と、元パートナーとの間の娘の姿を公開した。写真、夫、ティロ・フェヒナー氏の元パートナーとの間の娘、ジェイさんと友人たち、インスタから。中谷は、昨晩は、世界遺産のシェーンブルン宮殿の広大な庭園にて、ウィーンフィルによる屋外での催し、サマーナイトコンサート2022のゲネラルプローベ、総合リハーサルがあり、裏若き娘たちが我が家へやってきましたと説明。ママ娘のジェイと、ジェイの友人のイーとアイ、そして、仕事終わりに、彼女たちを迎えに行き、ザルツブルクより急ぎ高速道路にて駆けつけてくれた、ジェイの母親のディーと綴った。18年に、フェヒナー氏と結婚した中谷。当初は、言葉が通じず、それなりに苦労した私たちパッチワークファミリーですが、お互いに少しずつ歩み寄り、今では共に、コンサートや食事を楽しめるようになりました。髪の色も、瞳の色も、国籍も、姓名も、それぞれ異なるものの。これでも家族なのですと記した。夕食を一緒に楽しみ、ザルツブルクからやってきた子供たちは、シェーンブルン宮殿の噴水や、左右対称で美しいグロリエッテ、緑大き庭園に、感嘆のため息を漏らし、暮れゆく陽光と共に高ぶるコンサートに身を揺らしていましたとしみじみ。昨晩のコンサートの興奮も冷めやらぬまま、少々寝不足気味ではありましたが、今朝ほど我が家のテラスにて、賑やかに朝食をとり、再びザルツブルクへ戻る一行を見送りましたと、娘たちを見送ったことを明かした。